大谷翔平の秘話を元同僚マーティン告白。日本ハム時代にクレイジーと感じた場面とはご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。地区シリーズ第1戦でプレイオフ初セーブを挙げたマーティン。米大リーグの地区シリーズ第1戦。パドレス戦でプレイオフ初セーブを挙げたドジャースのクリス・マーティン投手が、 日本ハム時代のエンゼルス大谷翔平投手とのエピソードを明かした。米地元紙、ロサンゼルスタイムズが報じている11日、日本時間12日のパドレス戦の9回に登場し、1回1安打無失点で締めたマーティン。試合後はポストシーズン初セーブの記念級を受け取った。史上7位の通算394セーブを誇る守護神クレイグ・キンブレル投手がロスターから外れた穴を埋める活躍となったが、 記事ではマーティンの苦労人ぶりにスポットライトを当てた。マーティンは MLB で二度ドラフトで選出されたが、契約せず、その後に肩を痛め、ローズ、生活家電チェーンと UPS、貨物運送会社で働いていた。最終的に独立リーグのテキサスのグランドプレーリンエーホックスに落ち着いた。MLB 球団と初めて契約したのは24歳。27歳でメジャーデビューにこぎつけたが、 ヤンキースとロッキーズで通算防御率は6.19と振るわず、そこで NPB からオファーが届いたといい、日本ハム決断の理由を明かした言いづらいけど、金銭面の保証が日本行きの大きな部分。契約ボーナスのようなものもなかったし、あまり若くもなかった。自分の状況は分かっていたんだ、守護神を務めるなど、2年連続で防御率1点台と躍動したが、 当時21歳の大谷から魔球の指導を受けたという。記事では、経済的な成長は彼に成長の機会も与え、メジャーリーグ復帰に加えて成長できるほどだった。大谷は彼にスプリットフィンガーチェンジアップの握り方を教えたのだと報じている。彼を毎日見ることができたのは大きな喜びだったんだと振り返り、チームメイトとして大谷の躍動を目の当たりにすることは喜びと語った右腕。 空港などチームの移動中に大谷のボディガード役を務めたこともあったという日本では通常運行便で移動するけど彼を守るために押さなければいけないこともあったんだ空港や駅ではたくさんのファンがいたからねクレイジーだったよと語ったマーティン記事ではマーティンは大谷劇場の最前列を手にしたのだと才能を開花させた日本ハム時代を表現していたザイアンサー編集部大谷翔平 23年ベスト先発投手10決入り。で、野球データサイトファングラフスが発表。で、野球データサイトファングラフスが12日までに、来年2023年の MLB ベスト先発投手ランキングを発表。エンゼルス大谷翔平投手28が10位に入った大谷は今季初めて規定投球回に到達し、28試合の登板で15勝9敗。防御率2.33。 初の200奪三振超えとなる219奪三振をマーク。防御率と奪三振は両リーグで6位。勝利数は同8位タイだった。ランキングは先発150位まで格付けされ、日本人投手ではパドレスのダルビッシュ有投手36も19位に入った。上位のランキング1位。バーンズ、ブルワーズ2位。マクラナハン、レイズ3位。 コール、ヤンキース、4位。ウッドラフ、ブルワーズ、5位。バーランダー、アストロズ、6位。アルカンタラ、マーリンズ、7位。ロドン、ジャイアンツ、8位。ウィラー、フィリーズ、9位。ノラ、フィリーズ、大谷翔平のトレードを試みるべき米メディアがカブスに提言、彼を獲得できれば、エースとバッターを手に入れたことになる。米公式サイト、スポーツモックが、 2023シーズンに向けてシカゴカブスが獲得すべき選手の候補を挙げた。ロサンゼルス・エンゼルスと1年契約で合意したばかりの大谷翔平選手もリストアップしている2022年3月に鈴木誠也外野手と契約を結んだカブスは2022シーズンをナリーグナカチク3位の74勝88敗という成績で終えた。この結果を踏まえ、同メディアはカブスが再び競争力を持つには フリーエージェントも含めてお金をかけなければならないと報じ、カブスに積極的な補強を進めている補強候補としてシェーン・ビーバー、クリーブランド・ガーディアンズやタイラー・グラスノー、タンパベイ・レイズ、ジェイコブ・デ・グロム、ニューヨーク・メッツや地下広大・広ロシ福岡・ソフトバンク・ホークス、大谷などの名前を挙げた大谷について、今のところ、エンゼルスはこの二刀流のスーパースターのトレードに興味がないと伝えられていると、 しながらも、彼を獲得できれば、エースだけでなく、トップ10に入るほどのバッターも手に入れることができると綴り、トレードを試みるべきであると、カブスに提言している、ベースボールチャンネル編集部、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。